関羽と清流円月刀清流円月刀は中国における多地の一種。何、清流を関するのは葉の部分に清流の装飾が施されているためである。小説、三国支援儀において、武将の関羽が霊縁のこぎりと呼ばれる清流円月刀を愛用していることから関羽を象徴する武器であり、中国語では赤刀という呼称もある。 長い柄の先に湾曲した葉を取り付けたものであるが、葉は幅広で大きくなっている。柄の長さは、葉の大きさに対して、やや短めになっているが、これは、片手での取り回しの良さを考慮したためである。葉の大きさからわかる通りかなりの重量があるため、主に演武や訓練用とされ、実践で用いられることは少なかった。なお、日本では、 刃の形状が類似の柄の短い中国刀のことを清流刀という場合があるが、これの中国での名称は柳刃がであり御用である。清流刀という名称は、本来、清流円月刀の略称なので、清流円月刀とは別に清流刀という武器が存在するわけではない。清流円月党を持つ攻撃の官吾、三国支援では、商人の朝鮮兵らから提供された鋼を用い。 劉備たちとの挙兵時に村の鍛冶屋に作らせている。重さは八十二斤あったとされる。慶州陥落後、関武は息子の勘兵や周僧らと共に麦城に牢城したが、旅蒙らに捕らえられ親子ともども斬られた。清流炎月島は、その後、関羽を捕らえた藩将に孫健から褒美として与えられた。しかしその後、藩将は勘の子、石橋に追われ、その途中で、 関羽の亡霊に出くわして驚いたところを赤卿に切られた。こうして赤卿は清流炎月刀を奪い返し、この武器は親から子へと受け継がれることとなった。しかし、清流炎月刀と呼ばれる武器が出現したのは壮大以降であり、当然ながら関羽はこれを実際には使用しているはずもなく、陳樹の聖史三国志にもこの刀は登場しない。なお、 小説で議定の長飛が用いたとされる蛇坊に至っては、秋代以降の武具である。なお、小説、水古伝では、関羽の子孫とされる関匠が、清流演月等を用いたとされている。これは関匠が、関羽の子孫であることを示す一種の記号的な存在であるとされ、別段この刀が活躍するわけでもない。関匠は、生死、宗死に登場する実在の人物だが、 清流演月等を用いたという記述はない。ただしたちの名手であったのは事実である。ありがとうございます。